はい。Hey. こんにちは。長田香です。えー、Galaxy Note 8のお話をしましたけども、すごいですね。リークがどんどんされています。次はですね、Galaxy S8 Active。はい。こちらもリークされました。で、リークされたのはもう本体画像だけでなく、 スペックも出てますでその中でそこのスペックの情報も含めて私が思うところではですねノーマル S8 よりこっちの方がいいなっていう感想です。と懸念点としては えー、大きくなってしまうあのスリムで、まあ、美しいフォルムの S8 よりも大きくなってしまうっていうそれにおいて操作性がちょっと下がったりとかするところがあるんですけどもそこはもちろんそのなんだろうなマイナス点としてはあるんですけどプラス面の方が結構俺の中では気持ちよくてですね、えー、まず何度も言ってるようにあの。 S8 シリーズでもう、もういい加減安すっていう思ってたのが、その、エッジディスプレイなんですけど、アクティブではエッジディスプレイではありません。ここがですね、ものすごく個人的には、おおス,スレートタイプのディスプレイ来たっていう感じがしてます。<laughs> 絶対、その、ま、まっすぐな画面の方が操作しやすいべっていうふうに。ここは、そこだけでもね、ものすごくこう、 S8 シリーズの中でも群を抜いてポイントが高くなってるっていう感じなんですけどまあもちろんそ,のそれプラスですねまあアメリカ陸軍のミル規格におそらく相当するような防水防え対衝撃性能を持ってくるでしょうっていうところそれとバッテリーが確か強化されてるんですよ。 そこでですね、こっちの方がいいんじゃないのっていうふうには思いました。あとですね、もう一個言うのであれば、今までのそのギャラクシーアクティブシリーズっていうのは、2世代目以降は結構スペックを抑えられたアクティブシリーズになってたんですよ。その本家の S シリーズよりは。あくまでもこっちは派生モデルで、えー、そっちのね、あのー、まあ、守り、守りガードの方に、 えーまあ、重きを置いてますよっていうところがまあメーカーとしても分かりやすくしてたんだと思うんですけどもそれゆえになのか、まあ、技術的なことなのかはちょっと置いておいてまあコスト的なところが大きいと思うんですけどそれであのスペックが結構抑えられてたと特にあの画面の解像度が抑えられてたりとか。 まああのラムとかロムとかっていう結構 soc も含めてのそ,そういう数値的なところも含めてですねスペックが抑えられてたんですけど今回あのリークされた galaxy S8 アクティブに関してはほぼほぼもう galaxy S8 じゃんっていう画面の解像度はしっかりですねまあリークされてるものはもう本当にそのまんまになっていますこれはまあおそらく日本では出ないとは思うんですけど あの今までには日本では出してますよ。あのドコモとかからもあのアクティブシリーズっていうのは出しているんだけども、もうおそらく出さないと個人的には思っています。そういう予想です。あくまで俺の予想です。何にもあの情報は来てないですけど、そういう予想です。もうサムスンの,の日本国内での端末の売れ行きからして、 まあ出さないんじゃねえかなっていうふうには思ってます。むしろそっちを出すよりは、この S8 シリーズが結構好調なんで、そっちを打っていく方に注力するんじゃないかなっていうふうに思ってたりします。まあ、コストかけて日本投入っていうのはなかなか考えられないかなと。で、それをあのメーカー、メーカーっていうかキャリアの方もお金をかけてやるってことはあんましないんじゃないかなっていうふうに思ってたりします。なんせ、あの今年またもうすぐ新しい iPhone ですから、 7S、あのー、なのかど、あのー、同時に10周年記念モデルが出るのかわかんないですけどもおそらくあのキャリア自体はそっちの方にです、ね、フォーカスをもう今から当ててってると思うのでプロモーションの費用とか、ね、予算とかそういうの含めてねなかなかアクティブは国内では展開しづらいんじゃないかなと思いますけどもそういう意味ではあの確実に変えるのは海外の通販だと思いますけど まあ周波数はおおむねあの日本のものに対応して結構ほぼほぼ世界統一で企画してるんじゃないかなと思うんですね大きなメーカーほど結構そのにあの世界的に結構その企画を統一してあんまり細かく国ごとに分けないでここのここの大きいね世界地図でこの部分にはこれこの部分にはこれっていう感じでですねあの対応周波数のモデルを分けてたりするんですけど。 ほほぼほぼ対応してるんだと思いますよあのサムスンがすることなんで、まあ、そういう意味においてはですね多分心配というか懸念点になるのは一番最初に言った、えーまあ、ノーマルの S8 よりも大きくな,なるだから持ちも持っての操作片手で操作っていうのがなかなかしづらくなるモデルだなっていうふうなところともう一つはその見る企画 ほぼほぼ見る企画だと思うんで、そこにしたことでのコスト増による価格ですね。その2点が、えー、なかなかちょっとこう心配されるところかなと思います。あとはもうね、そういうアクティブ系のものが好きな人にとっては、まあ、もう、えー、ドンピシャなおそらくカラーリングで来ると思うので、まあそこら辺かな。個人的にはあのミリタリー系の、えー カラーリングあんま好きじゃないのでまあブラック一色とかホワイト一色とかなんかそういうようなものが出ると嬉しいかなとは思いますけど昔はねあのそのエクスペリアアクティブっていうものがねほら別チャンネルでもお見せしたことがありますけどその時エクスペリアなんかは結構そのアクティブなものだからこそ結構ポップなカラーリングでしたりとか、えっと、サーフィンブランドとサーフブランドと組んで なかなかあのいけてるカラーリングいけてるって言い方がもうなんか死語かも死語だな <laughs> そういうものをしたりとかしてたんでそういうねなんかものに挑戦してもらってもいいなって思うんですけどねあのエクスペリアなんかはそういうこうアウトドア系のスマートフォンだからこそなんかオレンジとか、えー イエローとか、すんごい映えるイエローとかやったりとかしてたんで、なんかそういうものにも挑戦してくれるとですね、サムスンをやるなっていうふうに、もうちょっと俺の中でも、えイメージアップにつながるんですけど、まあなかなかそこまではやらないかなと思います。まあただ、とはいえですね、本家のその S8 ノーマルもしくはプラス以上に、S8 アクティブにはちょっと、おーおーっていうふうに、え引き付けられたと。 と,いうところです、はい、あのギャラクシーノート8のお話もしましたけどもなかなか今年は俺の中では、えー、本家のフラッグシップよりもその横にあるモデルの方が、えー、俺的には受けがいいと俺好みだというところでした皆さんはさて既、まあ、にもう S8 を買ってる方もい,いるとは思いますが皆さんはどう捉えているでしょうかあのー まだまだそのバッテリー問題とかをやっと覚ますんだけども、全然この勢いは止まってないなという風に感じました。ということで、発売、えー、正式発表を待ちたいと思います。それによって、まあ実際に買うかどうかも含めてまた検討しようかなというところです。また見てな。バイバイ。